込み出しを考えてるアイスは初めてだ。 Thank you YouTube。 始まりましたペンタチャンネルのペンタです。今日はこちらですね、フルーツパルム、パルムといえばあれですよね、チョコのコーティングされたアイスですけども、こちらはフルーツのパルムということで、濃厚な果汁ジュレで包みましたということで、いちごアイスですね。はい、こちらがね、中身の説明なんですけども、その中でも一番僕がね目を引いたのがこちらです。紙出し柔らかなコーティングということでね、コーティングアイスがなんと紙出しを考えているということで、紙出しを考えたアイスは僕ね初めてでございます。早速ね開けていきましょう。はい、中を開けるとこんな感じでございました。それではフルーツパルムいただきます。美味しい。まずね、一番最初に感じるのがね、このコーティングめっちゃうまいということですね。はい、こんな感じです。思ったより熱いですね、このいちごのコーティング。このいちごのコーティングが結構手間かけてるみたいで、果肉果汁 53% ということですね。食べさしで申し訳ないのですが、断面図はこういった感じです。見えにくいかもしれないんですけど、この中のストロベリーシャーベットの中にも波線でですね、別のねアイスが配置されているということです。このね中のアイスもねとっても美味しいです。いちご感たっぷりでございます。こちらのアイス食べてみて思うのが、やっぱりパルムのブランドありますねって感じですね。高級感あります。そして中のアイスも外側のコーティングのアイスもとってもいちごの感じが出ていて甘酸っぱいですね。この外のコーティングに関しては紙出しを考えているということで、すごい柔らかくて硬いようにね一見見えるんですけど、それ以上に思った以上に柔らかいっていうのと、いちごのね果肉がねたっぷりここに仕込まれているっていうので、仕込まれているっていうのも変に言い方変だけど、いちごの果肉がたくさん入ってます。これわかる？この下のとこにさ果肉がちょこっとあるんだよね。これ点になってて、こういうねいちごがねいっぱい入ってます。ということで今日本日の商品はフルーツパルムストロベリーアイス紹介いたしました。コンビニスーパーなどで売っていると思うので、皆さんもフルーツパルムストロベリー見かけたらぜひ買ってみてください。とっても美味しいですよ。それではね、バイバイ。チャンネル登録はこちら、こちらのボタンをクリックしてください。